国部一太郎は、日本の教育実践家、児童文学者。国語教育、特に作文教育の実践家、理論家。新日本文学会議長、日本児童文学者協会名誉会員。山形県北村山郡東根町三日町に生まれる。父、藤太郎は床屋を営んだ。山形県師範学校を卒業後、郷里の長人上小学校でり方教育。 総画教育に打ち込み、制作した文集である、月語、モンペ、モンペの弟は、全国的に高く評価され、農村教皇にあえぐ東北農家の厳しい現実を、子供の目で捉えさす生活綴り方運動を推進した。その後、児童文学、教育評論、国語の理論、実践研究などに従事、日本児童文学者協会や日本作文の会の前身である、 日本綴り方の会の結成に参加したほか、教育科学研究会、国語部会や日本作文の会などの民間教育研究団体や日本教職員組合の教育研究全国集会、国語文化会の講師、新日本文学会議長などを歴任した。子どもたちが手先や体を使わなくなり、心身の発達、ひいては人間形成まで歪められてしまっていることを論証する。 しなやかさという宝物、教職につく者の,の心をすべきことを、現代の若い教師たちにも頷かせる、教師、君人のこの詩であればは地味だが、はったりのない姿勢が共感を呼び、古い著作ではあったが、教育物には珍しいロングセラーを続けた。1985年2月12日、胃がんの再発による消化管出血のため、東京時計会医科大学附属病院で死去。 73歳坊津。1911年3月13日生まれる。1925年東根人情小学校を卒業。山形県市範学校に入学。短歌を作り始めた。村山俊太郎を知る。1930年山形県市範学校を卒業。北村山郡長泥人情小学校に赴任し、4年生を担任、文集、活号を作る。 学後はこの地方の植物名にちなむ。同小学校では児童画の運動なども盛んであった。教育実践の報告を雑誌、綴り方生活に投稿する。短期現役兵として入隊を挟んで、同小学校でモンペ、モンペの弟などの文集を作る。1933年、成田忠久の北方教育や綴り方生活等に作文教育に関する論文を、 発表する。著書、教室の記録が山形県の学務当局に自由主義的であると問題にされ、1938年3月教職を追われ状況。強度の神経衰弱になり、千葉県市川市の病院に入院。1941年に治安維持法で投獄される。1950年日本作文の会の前身である、日本綴り方の解決性に参加。 1953年に本教職員組合の第2回全国教育研究大会の講師大会に参加。この時から講師団の一員となった。1954年少年長編小説、鉄の町の少年を出版。1955年、宮沢俊吉との協調で、私たちの憲法を出版し毎日出版文化賞、鉄の町の少年で、 第5回児童文学者協会児童文学賞を受賞。1956年、教師を出版。1958年、安倍智子、石井桃子らとの共編で、児童向け読み物特本シリーズ、雨の日文庫の刊行を始める。1966年、日本児童文学者協会理事となる。1973年、しなやかさという宝物。 みんなの綴り方教室を出版。1974年日本教職員組合の中央教育家庭検討委員会の委員となる。1976年新日本文学会議長になる。1977年ズーズーペンペンを出版。1981年、障害者の教育を実現する会の代表顧問となる。1982年、現代綴り方の伝統と、 創造を出版。1984年、小学教師たちの有罪を出版。1985年2月12日死去。1957年に全貌者から出版された書籍では、国部一太郎氏国民衆戦部の辣腕家というタイトルで、戦時中に陸軍報道部員として戦地に赴いて、戦部官として活動していたこと、戦後は口を冠して、 戦時下の言動について語っていないことが指摘された。民間放送教育協会が年に一度行うコンペティションで山形放送の企画が通り、青年教師、国分一太郎と子供の交流を追ったドキュメンタリー、創賀と綴り方戦争が奪った子供たちの心が制作され、2019年2月、加盟する全国33局で放送された。 このドキュメンタリーは2019年度 JCJ 賞および2019年日本民間放送連盟賞最優秀賞テレビ共用番組部門を受賞した。ありがとうございます。